ぐらいやばかったよね。昼ちょい前とか、いや昼ぐらいか。そうすごかった。あ、ディネさんなんかバタかってるお疲れお疲れ。今日は私はテストとレッスンでした。明日は僕たい、え、そう12時頃、そうそんぐらいそんぐらい。あ、岐阜もそうなかった。なんか通知が来た、通知が来た岐阜の。そうやだね、雷怖いね。そうなんですよ。テストはまあなんとか終わって明日は僕隊で、あ、岐阜は朝やったんや。そうなのね。広島そう超超雨だ、雨っていうか超雷だった。そう、あとはそう今月の課題と明日はもう僕隊が楽しみ。私は前回の時ウインクをするって言ってたけど、カメラにはウインクをしてる姿がおそらく映ってなかったので、そう明日はあのカメラにウインク姿を映したいと思っております。頑張ります。そう、あ、いちごアバター本当だ、みんなみんな撮ってる、すごいちなみに私も撮った。え、 JR 止まっとったや。そうなんやね、なんか岐阜あるあるだけどさ、JR 止まってると名鉄使って、名鉄止まってると JR 使いがち。私もこの間 JR、 まだこっちに来る前かな、 JR 乗ろうと思ってたけど、そう止まっちゃって名鉄乗った。あ、有給取ってくれたの、あいさんのためにありがとう。そう今書いたやつ、書いてるか分かる。え、あの赤いランプがねついてたらね、それが今映ってるよってやつだけど、その引きで撮ってるか結構寄り目で撮ってるかとかはまあ分かりにくいけど、まあサイドのカメラは寄りで撮りがちなんだけど、自分のが高いので、そう、あ、おそらく映ってるかなみたいな時にウィンクしたいえ、いちごのこのアバターいいよね。このなんていうの、輪郭と、このいちごの輪郭と、あの顔の輪郭はちなみに私が描きましたお手伝いしました。そう、うん、脱線したの。そうなのね。そう、あ、羽島から新幹線の。そうなのね。私ね、岐阜出身やし、岐阜以外住んだことなかったけど、広島車で羽島使ったことない。いつも名古屋まで出てた。そう、名古屋から新幹線乗ってた。オーディションの時も共同作業しました、いちごのアバターそうなんや、そうなんや。そう、台風で止まっても近鉄、ああ、そっちが動いてた、なるほどねなるほどなるほど。そう、明日の後だと6列目です。確かに下がってる一番良かった時最善やったもんね。楽しみですね。明日の髪型もう決めてある、楽しみにしてて。そう、前回の僕たちの時からこの日はこれにするんだって決めてたやつがあるから。そう、今日はレッスンだったんだけど、そう昨日のね、あの歌唱力の帰りのリオさんもね、明日その出演メンバーだから一緒だったけど、おめでとうございますって言えてよかった。明日みんなでおめでとうって言いたいよね。あ、着替えてきた。あ、サーヤンさんのだ、いいね。ちょっとさ、おめでたす、おめでとうすぎるよねね、そんなリオさんと一緒に出られるのもすごい嬉しいね。明日みんなでおめでとうって言いたいよね。こんばんは、こんばんは。すごいちらほらいちごのアバターが見えるのが私のルームって感じがする、うん、おもろい。そう、花さん、え、昨日歌唱力ね、お疲れ様でした。行ったのかな、どうなんだろうそうそう、噂のうちは持っていくのに見つけてください。 OK、 了解でよそう、楽しみですね明日。なんかこの間20だって25だから、だいぶさ、この近い、こんなにパパッとさ連続で公演することあんまないから嬉しい。そうですね、そうなの。3期のギルに入って、え、ローモバあれでしょ、 2.5 期生さんと3期生の昇格した子同士での戦いみたいなやつ。そう、
サンキューの蚊にしちゃう。いいね。え、なんか中間時点で上の方が広告が広島駅に移って、最終時点でよかったら秋田か何かのなんか10周年のなんとかの何なんかに乗れるみたいな、グラビア何みたいな書いてあったのを見た。え、いいね。え、ちなみに今どっちが勝ってるんだろう、気になる。昨日行けなくて配信、あ、そうだったんだ、たくさん行ってた、あ、そうなんや、いいね。でも配信でも寝れたならよかった、それは。ね、こういうペースでね、あったらいいのにね、せめて週1ぐらいは公演あったらいいよね。でも SKE さんとかすごい公演多いよね、週に何回もやってて、そういいなーってなる。やっぱ専用の劇場があるとね、いいよね。雑誌にね載れるよね、いいよね。なんだっけ、 2.5 期さんは名前が、チーム名がなんか、そうメンバー4人の頭の文字、そうなんかニューウェーブプロジェクトじゃなかった、違う、なんか安住さんの A とりょうつんさんの R とみたいな、そう N と Y と、え、でも最後 YN で割ってきたけど、確か AARYN だった。で4だっけな、なんだっけ、4人、うん、確かそんな感じだった気がする。でニューウェーブプロジェクトって聞いたのに、で、あの3期4人の方は血液型バラバラって書いてあった。多分 ABOAB なんか ね、多分そういうことないと思うんやけど、そうちゃんと見てる。そうなんよ、そう俺も岐阜、え、待って、岐阜仲間増えた、嬉しい、はい、これあれだよね、フォローもしてくれてありがとう。私も岐阜出身です。広島来るまで岐阜しか住んだことなかった。ちなみに来週の僕花だれも、あ、いいね、7月31日と8月1日があるね、花だれ、いいじゃないですか。ね、水着動画、え、ね、見たですね。そう、見て、ん、やめて、そう、どう思うば、怒られた、そう、ひまわりの、え、いいよね、もうふて寝する、おやすみ、ふて寝。そうバラバラってすごいよね、そうそうなんよ。いちごは寝た、寝た寝た寝てる今、特会に、え、ぜひぜひ岐阜弁トークしよう、え、しようよ。しようしよう、それはダモンでとか言うか、なんとかやおうとか言うんかね。あの机つるとかって言うとく、なんか意味をなく。あ、オリンピックかも、そっか、もうか、4年に一度白馬紅茶の、ええ、ゲットした、どうだった、飲んだ、私あれ好きだった、めっちゃミルク感強いよね、もともと白バラ牛乳は牛乳の方がメインというか、牛乳がメインのやつだから、めっちゃミルク感強かった、美味しかった。いちごさんは今日はゆいなさんの膝ではなく、なんか足元にいます。そう、しがみついてる、いちごアバターを持ってるんだろ、ほんとだよ。ちなみに私もいちごアバター取った、そうそう、 ARYN4。 そうなんよ、長屋も、え、つくえつって言うよね、東海の辺よね、多分いちごミルク、え、それは飲んだことないかも、あるんかな、白バラでのいちごミルクなんかわかんないけど、いちごミルク自体は好き、おいしい、お風呂上がりに飲むいちごミルクがおいしい、でもお風呂上がりは普通の牛乳も美味しいけどね、そうミルクティーあまり飲まないけど美味しいですね、え、でしょ、美味しいでしょ。一緒だ、嬉しい、そう腹に気をつけ、頑張りじゃん、しゃあね、ありがとう、頑張る、頑張ります、そう、いちご寝てる間に休婚しよう、やばい。いちご起きろ、いちご休婚された、今日起きない、寝てるから今寝ながら喋ってるらしい。そう、明日公演楽しみ、楽しみだね、明日やん、やばすぎ、8月はどんぐらい僕隊さあるのかな、ないかな、どうなんだろう、あると思う、でもなんかちょっと忙しそうじゃん、私らの日程がね、そうだね、そうだからね。そうそう
もうしてるからって言った。何が待って楽しい、全然いけてない。そうあるって言ったら確かにね、終わりの方よね。そうよね、あってほしいよね。なんか今までさ、なんか続いてカスミンとかリエとかね見送る感じの僕隊だったけど、明日はね完全になんかそのな涙きっと出ないで、で出ずに終わるであろう久しぶりの僕隊ですね。そう明日楽しみに、あ明日も来てくれるの嬉しい。じゃあまた明日僕隊ね。あとどんぐらいできるかな、ポジション変えてもやってみたいけどね。ね夏はフェスとかが多いイメージね。今メンバーがね3期があんまそういないから、フェスでリアチとかカナウとかさ 2.5 期さんとかいっぱいあるからさ、スケジュールが合うかな、会えば公演できるよね。ねえ。今日はそれこ静かです、静かです。謎に今日のテストの合間に食べたもの紹介でもしとこう。集中力を上げるためになんかカミカミしたくて、何かをカミキングっていうのをコンビニで買った。なんか硬いグミでした、美味しかった。そのテストとテストの間に食べたものと男梅ヒート、これ大好き。ヒータも好き、超美味しい。これ舌の上でちょっとずつ溶かすのが美味しいです。こっちはグミ、こっちはなんかシート。そうなんです、虫キングやばいそうなのよ。えユニットねやってみたいよね。そうえわかんない、なんかねこれからその秋からなんかリニューアルみたいなことを言ってたけど、詳しくは私もわかんないよね。そう何も私らも今は知らされてない状態だからね。え早くお知らせが来たらいいな。グミはなんか3つ味が入ってる、エナジーソーダ、エナジーコーラ、エナジージンジャーエールらしい。初めて食べたこれ。でも弟がなんかハードグミ系好きだから、そう食べてそう、美味しかったです。これは多分顎に悪いです、私は顎関節症なのでそうです。男梅ね美味しいよ。9月からね始まるかなね。テスト中食べてないよ、あいまい食べたよ。マロシュ美味しいね、あれ美味しい、あれも美味しいよね。テスト頑張った。グミ、あとなんか話そうと思ってたことあるかな。そうテストからそう解放、テスト時刻から解放されたのでちょっと楽。噛むか飲めるか、え噛んじゃう飴も噛んじゃうかも、私なんか早く食べたくなっちゃう。そう楽しみやした。夏のうちに1回ぐらいさ前髪なしで公園出てみたい。明日は前髪ありだけど出てみたいですね。テストが終わってちょっと楽です、今えなんか気づいたらもう456、あと4日でチケットもらえるじゃん、やった。今チケット4枚か3枚かあるから、だいぶ溜まってきた。チケットが、チケットはあればあるだけいいです。でもマックス10枚までしか貯めれないけど、テストの手応えは強化によりけりって感じかもしれない。そうスイッチの野球ゲームのオリジナル変化球奥田さんにしちゃった、そんな設定できるのすごい、応援電波待ってる。課題は何割ぐらい、うんうん
明後日から頑張る頑張ります。英語のテスト、うんうんうんそう、チケットそうなのもあるんよね一応。うん、わ、ハマさんのファンの方だ。いちご、アラームが鳴ってる。メール送るんじゃない、多分あなたは。送りな、送りなで思い出した、いずりなさんが今日は出たらしいじゃん、 AKB さんのあの公演ちょっと前にね発表されたよね、卒業発表。びっくりした、いちごに今日いずりなさんが来てって言われて、あーそうなのって言って、すごいね。英語はもう、うん、英語と歴史は、うん、うん明日公演があるから明後日から頑張ります。ちょっと今月は 大変だったので、明後日は私は何もないのでそこで頑張ります。3年で私終わる、終わる、大丈夫、いけるさすがに頑張る。そう、でも2年生の時よりも課題とか何て言うんだろう、確実に出せてるから、そう、良き点数も取れてると思う。ただいま食べる、これ、うんうん、うん、明後日から頑張ります。加点制度どうなんやろ、でも加点は取ったことない私一度も、だから大丈夫。ローソンにクレーンゲームがある、初耳学、都会だけど、え、そうなの、何、東京なんかな、え、気になりすぎる、次都会行った時にちょっとローソン行こう今日私さローソン行ったけどさ、なかったよ、ないよないよ、普通ないよ宿題というかなんか毎月の課題みたいなのがある、そうね、いろんなおじいさんが出てる、キメ、キューが、キメ玉かな、どっちだろう。奥田さんで三振を奪ってます。お、そうなんや。そんなことできるんや。すごいね。そう。そう。日本人です。はい。英語はできません。そう。ギコがそう、手伝ってくれてんのも課題が進んでる理由。え？そうだ、今日は土曜の日？土曜のうなぎの日なんだっけだったけど、食べた、みんなうなぎは。私は食べれませんでした、コンビニに売ってたけど2000円とかして買えません買えませんでした。みんな食べた？テストの最低点わかんない、どうなんだろう。高校のテストはでも私が前買ってたとか30、50だっけ、どっちだっけだったけど、それは行ったことないからきっと半分以上はいつも取れてるはず。最高点は100取ったことあるのかな、どうなんやろう。でも意外となさそう、高校では98とか97とかじゃない、前回の体育保健か何かが96、7、8、そんぐらいだった体育は簡単だから。ローソンのクレーンゲームニュースになってた、何それ気になる、ちょっと牛のロースなかったよ、田舎か、ああ田舎だったそう、スヌーピーティー探しに知らないレディスコンないの緊張しました。え、見てきたの、あった、どうだった、今日私、そうだよえ、どうだった、どうだった、気になる気になる。そう、食べてない、食べてないんだ。私はまあまあまあ勉強、まあまあまあ、土曜の牛か、土曜の牛の日だ、それだそれだ、唐揚げ食べたあ、スーパーの安いやつ、え、でもいいね、いいじゃんいいじゃん、最大全国1000店舗、ちょっと待って、ローソンに行くの怖くなっちゃう、それローソンに行ったら絶対やっちゃうじゃんそんなの。いつから導入されるのそれ、ちょっと詳しく聞かせてほしいなうなぎ食べた、いいないいな、ひつまぶし、あ、美味しいね、夜食べました、いいね、うなぎ、そう、あ、食べれない、なるほどね、うちのひいおばあちゃんも食べれない、職場で買わされましたそっか、そのパターンか、あ、好きや、あるよね、あるね、職場で弁当出す、めっちゃいいじゃん、お勤め、お勤め民やばいお勤め、いいじゃん、確かにね、閉まるちょっと前とかやったら確かに
確かに確かにそう、奥さん頭いいイメージ、いやいいと思うよ。3級の学力テストで2人とも上の方ではある。そうなの、ここで90点取れるのすごいすごいでしょ。国語とかも90でも、その私が毎月出してる課題は最近100点何回か取った、でもテストは取っても90台。そう、うなぎね、でも好み分かれるよね、見た目が苦手って方もいるよね。鮭のうなぎ屋さんワンチャンいたことある私も。それはありそう。そうなんです、広島市内だったらどっかあるかな、あるかな、本通りとかさ駅とかの辺とかならあるかね。うなぎ食べたけど今日知らんかった、え、知らずに食べたの、それすごい。すごい、 L サイズあったの、すごいすごい、あったの、嬉しい。私はちなみに M と L あったけど M だった。いいね、え、いいな、え、公園とかで着てきてほしいけどさ、いつもさうどんのさやつ着てるからさ。機会があったら見せてね、あのお揃い T シャツ。嬉しい。うがつく食べ物でもいい、梅とか、あ、さっき男梅シート食べたからいい、男多からか。うから始まるもの、う、梅、うなぎ、う、牛、う、馬、う、うり、梅食べたからいっか。そう、大垣ね。あ、設置まだなんやね、やっぱり。そうなんね、そうなんね、穴がいだよ、確かにね、確かに。うがつくものちょっと探してみたい。そう、パリワニ好き、え、美味しいよね。今年3月から導入、今年3月、2025年3月ってことか、楽しみ。え、大垣のそこの店舗名前知ってるわ。高校で100取ったことある、え、すごい。それはうなぎね、高いよね、そうよね。誰すんな、八丁堀はミノカ、ミノカも、え、多分ね、岐阜県内のうなぎ屋さん何店舗か行ったことあると思う。そう、県庁前なまずや、うんうんうん、2025年度中に全国で1000店舗。ちょっと、2025年、ちょっと、今最近よく行くコンビニはセブンイレブンなんですけど、ローソンに乗り換えってこと？これは。そう、うどん。あ、うどんがある、確かに。うどんがあった。冷凍うどんならある。冷凍うどんを食べるか。うずらの卵、確かに。確かに。うどんの素材忘れてた。さっきさ、ね、さっきうどんって言ってたのに。言ってたの。ね、うまいちゃん食べれます？それ食べれません。あ、うまい棒、確かにね。うまい棒もある、それは。ねえ。5000買える、食べれません？それは。穴子ね、宮島確かにあるわ、それは。そう。確かに、チコまた寝たけど大丈夫かな。メール送った？うん。送りの、今、57。うん、分かった。うん。ローソンに推し変かもしれない。確かにね。そう。A4 のある、うん、多分。確かに。なんかあるかな。ちょっと探してみようかな。いちごにメールを送らせます。じゃあ、18から、いきます18位、なおくんあと、生涯、ユニアタワシヤさん、ありがとう。17位、ももさん。16位、ラベンダー、バージョン KA さん。15位、おかっぴさん。14位、うまちゃんあと、ヤミーさんのおつまみんさん。13位、ワンタさん。12位、ヨシミさん。11位、韓国ペンギンさん。そしてトップ10。10位、キャニーさん。9位、マカット、おつまマミン。テストお疲れ様でした。ありがとう。8位、レグルスさん。7位、ディニアと奥沢みんさん。アバターがラーメンだ、猫ラーメン。猫が入ってる。6位スプマーテさん、そしてトップ5いきます。5位ヤウタンとつまみんさん。4位ナスちゃん、そしてトップ3、あ、今日もびっくり、3位小さいおっさんさん、さんさんやばい、おっさんさん。2位ヤマシンさん、そして今日の第1位はどこ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 どん、はい、今日のランキング1位はあちらさんです。ありがとうございます。前もお呼びしたよね。ありがとう。うなばたか。
かわいい、素敵。これってさ、あの衣装だよね、マイカさんが着てる。違うかな、かわいいこの衣装。ありがとう、来てくれて。また明日も配信するので、明日はね、特にね、そう、あの公演があるので、そう、夜はきっと可愛い髪型でできるはず。きっとね、9時10分台、20分台とかに始める。いや、わかんない、でも9時以降にやると思います。そう、待ってます。明日来る、ありがとう。明日できそうなら、夏休み期間なしさ、公演より前にお昼とか朝と昼の間の辺とかに配信してもいいよね、あの起きてたらね。頑張って起きます、やばい、起きます。まあそう、いつもと同じ感じのこんぐらいの時間にすると思うので、ぜひ来てください。公演は DMM でも見えるし、そう、今回は久しぶりにあの歌唱力でね優勝されたりょうつんさんと一緒に、そう、あの公演に出られるので、そう、あんずさんやばい。ここで朝かの、そう、だから楽しみですね。ぜひ DMM で見てください。来れない方は明日の公演、髪型も楽しみにしててね。またバイバイだ。あ、そうだ、夏休み期間なんか22日で切れんか、確かに自分のタイミングで終わらなきゃ。これ22になったけど多分切れないやつ、ね、気まずい顔しとこう、気まずい顔。終わらないよねこれ多分。うん。まだ高校生なんだけどな。切れないので自分で切ります。気まずみんです。終わります。バイバーイ、おやすみです。バイバーイ、公園バイバイです。公園バイバイですじゃない、公園待ってます。そうです、リンニャンコールもよろしくね。ペンライトはピンクです、ピンク、ピンク2本です。じゃあバイバイ。本当に終わらんね、すごい気まずいね、気まずいね。またね、バイバーイ、切ります。